空母、キティホークで行われた、ベトナム戦争以降最大のアメリカ海軍の軍事演習の様子1983年の、リフォージャー演習に参加するドイツ軍のレオパルト1、戦車軍事演習は、軍事分野での兵士の育成を目標として行われる、戦闘模擬の演習のこと。軍事技術を兵士たちが付与するための訓練とは、厳密に異なる。兵士の育成のほか、 兵器の運用テストや評価を目的として行われることもある。20世紀以降の軍事演習は、たびたび実戦作戦のようなコードネームをつけたものが多く行われている。軍事演習で確認されている最古の記録は、フリードリヒ2世の命令によって1740年頃から行われたもので、これが本格的な軍事演習の前兆になったと言われている。また、 1870年から1871年に起こった不仏戦争ではプロイセンが勝利をつかんだが、これにはプロイセン軍が1811年頃から続けてきた軍事演習の積み重ねの成果が現れたと認識された。軍事演習はこの戦争以後他国でも人気を博し多く行われるようになった。20世紀に入ると軍事演習の中での兵士の反応や行動なども 研究されるようになった。第二次世界大戦の後にアメリカ軍は C4Y システムなどの研究をランド研究所に依頼している。冷戦期に米軍はソ連の核戦争を想定した多くの機上作戦演習を行っている。現在はテロを想定した軍事演習が多い。現代の軍事演習は複数の国家間で行うものも多い。他国間で 軍事演習を行うことにより、システムや作戦の違いなどを互いに確認し、実戦時によりよく行動できることも重視されている。ただ軍隊組織は、転勤が多いため、比較的毎年行わなければ、連携の確認ができず、戦闘力が維持できないとされている。トランプ大統領は、軍事演習の金銭的な無駄遣いとして、韓国との合同軍事演習を停止したことはあるが、 戦闘力が維持できないと軍の高官から抗議を受けている。記述した軍事演習の本来の目的以外に軍事的に緊張関係のある関係国への自由行為として行われる要素も多分にある。また軍事演習に見せかけて他国に侵略という歴史もあるため深刻な対立国から見たら不愉快極まりなく抗議を受けることがある。近年では 拡張現実を導入したザーメックスの研究、開発も進められている。アメリカは自国防衛の軍事演習のほか、アメリカ統合軍などアメリカの海外中流部隊や友好国、軍事同盟国などとの軍事演習を頻繁に行っている。中でも、NATO 加盟国、日本やオーストラリアなどの軍事同盟国や、インドやフィリピンなどのアメリカ軍の海外駐留派遣において、 重要な位置にある国との軍事演習はたびたびである。近年ではテロ対策に関係する軍事演習が多く行われている。また、米軍は実際の兵器を破壊するなどのより現実的で大規模な軍事演習を多く行う。多くあるのは老朽化などにより廃棄された戦車、軍艦、軍用機などを新型兵器の性能を確認するために破壊したりする。 ものである。また、戦闘機を改造した無人航空機をリモートコントロールによって飛行させ、パイロットが撃墜するなどといったものも行われている。大規模かつ定期的な多国間演習として以下のようなものが行われている。日本においては、主に陸海空で、それぞれ演習が行われる。代表的な例として、陸上の場合は戦闘団検閲があり、これは、 一個普通レ連隊に各職種部隊を併合して師団における作戦単位として総合運用能力の維持向上を目的に行われる。大まかに分類したとして最小の演習単位としては小隊検閲最大の単位は師団対抗演習が挙げられる。最近においては方面隊の総合演習として北部方面隊が霊下部隊すべてを動員し、 演習を行った事例もある。ありがとうございます。